キャンプの時から、まあ、自分が出たいっていうふうに思ってたんで、まあ、そういった意味ではそんなに、あ、まあ、やっと来たはって、なんかちょっと語弊があるかもしれないですけど、まあ、良かったっていうふうに思いましたし、いや、本当にびっくりしましたね。声量というか、迫力というか、全然違くて、アップキーパー先出るじゃないですか。その時本当に、まあ、感動じゃないですけど、すごい、感慨深いものがありましたね。ちょこちょこ足が頑張れよみたいな声かけてくれるんですけど、聞こえてるんですけど、なかなか試合中で反応できなかったりがあるんで、まあ、そういうのは本当、聞こえてますってだけ。ちょこちょこみんな言ってくれるんで。チームが、まあ、監督含めてキーパーコーチも含めてみんな変わるということで、やっぱりもう一回改めて、奮い立たせるというか、自分のことを知らない人たちとやるので、そういった意味では、まあ、常に、うん、試合に絡めるように。変えてることって言われると、気持ちですかね。やっぱり試合に出たかったですし、出たいですし、もっとそういうところをもっと前面に出していってたかなっていうふうに思います。まあ、簡単に言ったら一個一個サボらないとか、そういうところですかね。そういう積み上げ、積み重ねっていうのが、まあ、やっぱりゲームで絶対に出てくると思いますし、そういうところかなっていうふうに思います。どうしても守備のことが頭に入っちゃうんですけど、まあ、失点がやっぱり多いですし、そういった意味では本当キーパーとして責任感じてますし、そういう部分でもっとチームを勝たせるというか、奮い立たせるというか、そういうプレーをもっとしていかないといけないなというふうに思いますし、まあ、あとは勝ち切るところと、まあ、僕個人としては無失点に抑えるところ、そういったところにもっとフォーカスしていきたいなというふうに思ってます。このクラブはやっぱり J1 にいないといけないクラブなんで、そういった意味でも、まあ、選手の力だけじゃ多分 J2 を優勝することはできないので、声援とサポートがあってチームはどんどん強くなると思うので、選手はもう全力で頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。